さあやってまいりました、全国1億2000人のコーティングファンの皆様、お待たせいたしました。探索ライダーセクサイン O です。イエーイ。 H2 にね、このツヤツヤ、テカテカになるというね、このレオコートの方をかけていきたいと思います。内容量どんなのがあるのか全然知らないですけどね。はい、こんな感じ。レオコートなんかね、手紙入ってますよこれでね。コーティングってこう自分で、あのドッキリが仕掛けられてるんですね。これドッキリが仕掛けられてるタイプだな。これあれ、もしかしてこれうせえな、マジか。まずこういうところから楽しめるんですね。コート、コート、レオコート、はい、貼っときましょう。ピュン、ここに合うらしいですよ、川崎のマークにね。川崎30分で施工場所を選ばない、いいですね。洗車を行ってください。ここで大きなホコリや汚れを落としてください。ボディに水分が残った状態で専用の粘土バフに、あ、そういうことか。僕ね、洗車して完全に乾いた方がいいと思ってたんですけど、そうではないらしいので、一回タオルで軽くボディを湿らせます。じゃあこのちょっとね、濡れタオルで、昨日ね洗車してピッカピカにしたんですよ。一日置かずにそのまま若干湿った状態でやった方が良かったみたいですね。 OK で湿らせました。はい、これかな。粘土バフに粘土の高い洗剤を少量つけ、これですか。オープン、オープン、あ、なんかいっぱい出てきた。今回このキュキュッとですね、この匂い伝わりますかね。すんごいね、このミックスベリー&ビオーニの香りがすごいですよ。これもこれを薄く表面を軽く滑らせるように塗り、鉄粉などの汚れを取り除きます。少量ね、少量。すんげえいい香りする。なんこれ、ミックスベリーだ。泡立っちゃうよ、泡立つのかよ。あ、やべ、塗りすぎた。めっちゃ泡立った。レオコート、そういや、なんかフォアグラさんも前にやってたな、これ。あ、初子先生もやってた。みんなやってんな、やってんな。ドイ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 、この辺とかも絶対コーティングとかほぼ意味ないやんっていうところもちゃんとコーティングをかけているという、この本気度を見せてやろうか。え、全国1億2000万人のモトグブロガーさん、俺は本気だ。え、ヒュヒュヒューマン、ヒュヒュヒューマン。オッケー、次に必ず水を流して仕上げてくださいと。じゃあちょっと水で流してきますよ。ルルルルル、レオコート、こんな奥まで手を突っ込んでやるぜ。じゃあ、でえいっ、ちょっと見えるか、俺のこ速さが、もう手が4本ぐらいに見える。1億2000万人の手だだだだ、べちゃべちゃべちゃになってる。あららら、こんなにべちゃべちゃになっちゃっても読める。てか一回吹き上げます。です、早速ドゥ。次はですよ、今ね、ここまで来ました。金色のラベルのガラスコーティング剤を振り、5秒程度よく振りました。そこからですよ、この黒い部分にガラスコーティング剤をつけます。センタリングがいいのかな。隙間を空けず薄く塗り広げるようにしてくださいと。はい、やってます。まずはね、そこそこ大きな面、はい、やってみます。1、2、3、1、2、3、3、1、2、3。ここね、塗りムラがない方がいいらしいですよ。仕上がりに期待しましょう。チュー、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 チュー。結構でも薄くは伸びますね、これ。こいつが好きになってきたかも。今までの作業は正直、なんだよ、このめんどくさい。俺にくんねくってやらせんねって思ってたんですけど、ごめんなさい。本当に俺クズ野郎っす。なんかだんだん心が綺麗になってきた気がするよ。あ、これはいい。マジか。自分のクズさが浮き出てきた。マジで全然ちげえ。すげえ。綺麗すぎて。これね、絶対ゴシゴシゴシってやっちゃダメですね。さっきゴシゴシゴシってやった瞬間、心が痛かった。あれ、俺なんでゴシゴシやってんだろうみたいな。ちゃん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 、おちゃんちゃん。で、ちょっとこうね、陰ってる時とかに絶対やった方がいいですよ。めちゃくちゃムラになるんですよ。このカンカン照りの時にやっちゃうと。いいですよ、これ。素人でも簡単にやってる感があります。今僕がやっ
ってるだけでも若干見えてきてますね。そのまだ硬化もしてないのに、なんかねこう艶感が全然違うんです。マジか、こりゃいいや、全然違うもん。わかるわかる。じゃあ今度後ろ行きましょうかね。この辺結構傷が多いんで、ここもこうやって、ここ、こうやって、こここう。お、さっきの傷がなくなってきた。やべえ、厳密に言うと埋められてきた。これがコーティングの力か。傷がね消えていくと同時にツヤ感が。マジかよ、一体どうなってんだよこれ。これがコーティングの力か。ピヨン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 、これ絶対話しちゃいけねえ、そう決めたんだ。ああ、大丈夫っすか、まだ入ってますか。入ってますね。めっちゃケチやん俺使い方。うぅ、危ねえ。こんなフェンダーの内側とか絶対誰も見ねえよ。俺は全国1億2000万人の元ブロガーのためにこの奥にコーティングをかけ、めっちゃかけにくい。1億2000万人の元ブロガーのために俺はフェンダーの内側にコーティングをかける。また高速、これをチュン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 。これはすげえ、表面が全然違うように見えてきましたよ。綺麗ですよ、綺麗になってきましたよ。こりゃたまらん、こりゃたまらんわ。ヨガフレーム、ちょん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 。これ止まんねえな、自分のバイクがどんどんツヤツヤになっていくよ。これ止まんねえ。薄傷ってどうしてもこうタオルで拭いた時に出るじゃないですか。それがなんか綺麗になったって感じですね。そして表面のツヤ、輝き、何をとってもこれはコーティング様々である。で最後は、あ、マフラーやば、マフラーやば。語彙力ゼロ、マフラーやば。拭き上げちゃいましょうか。レオコート高速、ということで、ね、今太陽光の下に出しましたけど、すごいですよねこれ。こんなにぬるぬる、ツルツル、テカテカですよ。こことかすごいですよねこれ。これいいですよね。うん、こんにちは、どうも、こんにちは。あ、こんにちは。レオコート。あ、ここコーティングかけてない。くそー。オッケー。すごいですよね。ここのところね、結構傷があったんですけど、ほぼないというか、若干薄くは見えますけど、でももともと結構ゴリってついてた傷がなくなってますね。すごいですね。このタンクのところとかも、もう何なんだよって、さっきの傷何だったんだっていう。それぐらい綺麗になってますよ。すごい。これはすごい。一体何が起こってるんだ。これがコーティングの力なのか？レオコート。このフロントフェンダーの裏側もね、ちゃんとね、コーティングかかってます。1億2000万人の元ブロガーのためにね、僕はこのコーティングをこの裏側にもちゃんとかけてありますからね。はい。ということで、今回は、このレオコートさんのボディコーティング、施工してみたでした。すごい効果が分かりやすいのでこれいいですね。はい、ありがとうございました。バイビー。チャンネル登録お願いします。イエイ。